4コース4号艇の平本正幸が角となります。5コースが5号艇吉川元博、連日の整備が実るでしょうか。頼むぞ。6コースに6号艇の岡崎康弘、予選ラスト第12さあ10秒前隣の3対3インコースから1番、これも落とし逃げんかったらやばいからね。これ4番、5番、ちょ3号艇大丈夫、スタート、ちょ森谷さん、スタートしました。ちょ森谷さんマジでスタートやばい、ちょ森谷さんマジで、スリット後手となりまして1番2番4番、森谷さん何してんの。篠崎が逃げてまくり差し入ってくるか。いや森谷さん、差しは2号艇の松本、さらには5号艇の吉川が、やべ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 、みんな危ない。1号艇の篠崎が抑えています。スタートは岡崎来い、岡崎さん来い、岡崎さん来い、トップで1周の2マークへ向かいます。まずは篠崎、岡崎さん、トップで回って打ち、こっからコンカー来るか、4号艇の平本、岡崎さん来い、岡崎来い、篠崎元氏が先頭、岡崎さん、2番手が4号艇の平本正幸、3番手は5号艇吉川の内側に6号艇岡崎、2号艇の松本、3番手はまだ接戦です。1マーク1号艇篠崎に続いて4号艇の平本、6号艇の岡崎の懐差し込んだ、いやお前の方原稿は足悪い、岡崎さんこっから来い、3番手は5号艇こっから来い、元弘で上位の体型は1番4番マジで来いです。どうにか今回うちから先頭はリードを取りました。1号艇横崎さんどこおる今、元氏が2周の2マーク続いて、いや2号艇うちから来ておるけ、3番手は5号艇の吉川です。ホーム直接ース上位の体型1番4番5番でこれより最高展開です。4番手以降は6号艇岡崎康弘、2号艇松本明恵、マジ森谷それはないわ、昨日と一緒で先頭が高枠ものにしました。1号艇篠崎元氏続いて4号艇、いや岡崎さんマジ頼む、3番手は5号艇の吉川元弘での向上面、体型は1番もう森谷マジで145145の3連単のオッズは 30.1 倍です。いや先頭1号艇の篠崎元氏、待望の勝利が見えてきました。ゴール前直線コース、2番手4号艇の平本正幸で、ここは同期のワンツー、3番手が5号艇吉川元博、第12レース、まもなくゴール、先頭1番、全然あかんやん、森谷さん。4番、5番ゴールイン。当てられた方おめでとう。いや、マジでそれはないわ、もう、森谷さん。なんや、それ。ほんまなんやねん森谷さん、マジなんじゃあれ、うん、当てられた方おめでとうやわ、見ててくださいちゃうわ、見とったわずっと俺、森谷さんの頭の時はもう石野さんの頭しか買ってなかったし、俺5番以上でした。あかんわ、なんじゃあれ、まあ、買った自分が悪いわ、信じた自分が悪かった。俺はそれでもミホを買い続けるよ、多分俺も買い続けます、自分も普通に買い続ける思います。まあ、ボートレースこういうもんすもんね、こんなもんよ。